コジマス 90s 裏原カルチャー研究家、そしてファッションに人生を捧げながら YouTube で発信をさせていただいております、アキラです。今日はですね、2024年6月最近買ってよかったもの特集やっていきたいと思います。で、私のチャンネルでは他にもですね、様々なもう裏腹からスニーカーからファッションからもう何から何まであるとあらゆる面白い動画上げておりますので、ぜひね、今日の最近買ってよかったもの特集と合わせてご覧になっていただきまして、楽しんでいただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。それでは早速やっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、全部で、まあ、7種類ですね、7カテゴリーですね。アイテムとしては大体15アイテムぐらいご紹介していきますけれども、私がまあ最近買ったっていう感じですね。なんで先月先々月ぐらいまでで結構買ったものの中でこれは良かったっていうものを皆さんにご紹介いたします。結構ね、まだ買えるものも結構ありますしね、で買えないけど見て楽しいっていうものも結構ありますので、ぜひ最後までね、お付き合いいただければと思います。じゃあまず1個目、私アキラが買って良かったもの、こちらでございます。ナインティーズのロンティーでございます。ありがとうございます。やっぱね、好きなんですよ、ナインティーズが、90年代が。でちょこちょこね、今集めてるんですよ。90年代に発売されたまあ、T シャツですね。 T シャツより僕ね、ロン T の方がどっちかって好きなんですよ。今日 T シャツもご紹介しますけれどもね。でロン T ちょこちょこ集めてまして、今着てるこれですね、ナチュラルボーンキラーズっていうね、90年代を代表するロードムービーがありましてね、僕ものすごい好きな作品で、あるやんとロン T と、しかもこのネイビーにこの白黒のねフォトに黄色文字でね、ナチュラルボーンキラーズ、NBK ですよ。 NBR じゃないのかっていうね話ですけれどもね、これねかっこいいでしょ。結構こんな感じでいいロンティーがもうザクザク出てくるんですよ。もちろんいわゆるバンド T シャツも一番やっぱりそれが増えてかっこよかったのが90年代なんで、バンド T ももちろんいいんですけど、それ以外こういう映画の T シャツ、あとね、これも全然バンド T でも映画 T でも何でもないですけど、こちらですね、クレイジーピッグっていうアクセサリーのブランドのロンティーなんですよ。かっこいいでしょ。これね、ラストオージー2の T シャツにちょっと似てるんですよ。これエイリアンリング、ニゴさんのこの手元。あ、そうそう。僕がしてるこのエイプの、これコーネリアスリングなんですけど、これを作ったメーカーです。クレイジーピッグさんっていうのは。のロンティーなんですよ。もう前、後ろ、袖、もうフルプリントですね。こういうかっこいいロンティーが結構あるんで、探してみると楽しいかなと思いますね。で、こちらもザ・バンティーですね。バンド T シャツでもこのロンティーだからね、なんとも言えない格好で、あとこの色、このからし色、ブラックフラッグって、まあ、有名なニューヨークハードコアの一番有名なブランドの T シャツですけどね。全然いいっすね。結構いいんすよ。まあ、他にもまだまだいっぱいあるんですけど、今日はちょっとあえてね、3つだけご紹介させていただきました。続いて2つ目の最近買ってよかったもの、こちらですね。スウェットシャツなんですけど、これはスウェットパーカーですね。僕ね、赤いスウェットパーカーがラッキーアイテムなんで、ちょいちょい買うんですよ。これ良くないですか？赤にこの白黒フォントで。で、これね、チャンピオンのリバースウィーブなんですかと見せかけて、これ実は違うんですね。で、こちらは黒のクルーネックタイプのスウェットですね。めっちゃかっこいいでしょ。まあ、黒に白黄色って結構鉄板なんで、これがなぜわざわざご紹介するかということなんですけれども、これ実はね、チャンピオンのリバースウィーブじゃないんですよ。テロップも出してくださってますけれども、メダリオンっていうブランドなんですね。メダリオンってなんやと。これね、ここだけの話にしてください。皆さん、狙い目です。これからのネクストヴィンテージになるんじゃないかと思うんですね。これ何かっていうと、僕の今日着てるこのナチュラルボーンキラーズ、これのロンティーも、これベースはボディはメダリオンっていうブランドなんですよ。で、なぜ僕がメダリオンにこんなにも着目したかと言いますと、ちょっとワイプ出しましょうかね。こちら、90年代カルチャー裏原宿ファッションの申し子、村上純さんの写真でございますね。がこの着てる、これエレクトリックコテージのフットボール T シャツなんですけど、伝説のアイテムなんですけど、本当に村純さんと藤原宏さんしか着てるの誰も見たことないってやつなんですね。本当そうなんですよ。で、この着てらっしゃるフットボール T シャツの
ベースプリントはエレクトリックコテージですけど EC ですけれども、ベースはボディはメダリオンなんですよ。それをこの間ね、東長崎の佐藤先輩から教えていただいて、これメダリオンだったんすかっつって、熱いとメダリオンがと、そしたらこのヴィンテージの90年代のロンティーもメダリオンあるぞと、で俺探したんですよ。結構出てきます、メダリオンのスウェットとかロンティーとか、結構なんかね独特のシルエットだったりするんですよ。でこれもね面白いですよ。普通の赤いリバースウィーブタイプのスウェットパーカーと見せかけて、なんかなぜかこれリブの裏が黄色になったり、もう不思議なんですよね。表から見たらただの赤リブなんですけど、裏がこの黄色のねリブになったりして面白いんですよ。でこういう変なちょっとディティールが、ちょっと変態チックなディティールが多くて、でこれはスウェットなんですけどめちゃめちゃ薄いです。ペラペラなんですよこのスウェット、ロンティーカーっていうぐらい、肉厚のロンティーカーぐらいのスウェット、こういうのが急にあったりとかで、マーケットプライス見てください皆さん、めっちゃ安いです。ほんと下は3,000〜4,000、高くても7,000〜8,000で全然これ買えるんですよ。しかもこれ90年代なんで、メダリオンって熱いっすね90年代好きとしてはね。なんでメダリオンめちゃくちゃおすすめです。ちなみにちょっとねタグが大きいかな、ちょっと僕後でこれ写真撮ってワイプ出しますわ。このメダリオンのタグね、スウェットパーカーのタグとちょっと違う、このいわゆるまあチャンピオンでいうこっちがトリコタグ、刺繍タグで、こっちがプリントタグみたいな感じなんで、2種類あるんで、今出てますかね写真ね、後で撮ってワイプ今出てると思うんです。こういうタグがつきますね。メダリオン皆さん、ネクストヴィンテージ要チェックです。じゃあどんどんいきますかね。買ってよかったもの3つ目はですね、スニーカーを2足ほど買わせていただきました。この間の動画でもちらっと紹介したんですけれども、まずこちらですね、アディダスのロースーツでございますね。しかもこのオリジナルカラーのオレンジでございます。95年のキューティー8月号で HFA が最終回を迎えますけれども、そこで先ほどね村上純さん、村純さんと2号さんがお履きになって、みんなが血まぬこになって当時探したこのオレンジオリジナルカラーですね。で私はですね、当時のようにこのファットレースに変えております。ファットレースに変えております。これで靴グッズさんっていうところのファットレースで 140cm です。で白をねつけてますね。それでこういう見え方ですね。いやーもうめちゃくちゃいいです。もう本当に当時のことを思い出しながら、今の最新スニーカーバキバキの新品で、でそんなに高くないんで気兼ねなくガシガシ履けるスニーカーなんで、めちゃくちゃおすすめです。続いてのスニーカーこちらですね。ちょっと重いんでちょっと肩ポズしましょうかね。もうめっちゃいいですこれ。これはね、ダブレットさんっていうブランドさんとコンバースさんのコラボなんですよ。ジャック・パーセル・オールスターっていう名前です。ジャック・パーセルとオールスターを合体させちゃったみたい。要はまあでも、アッパーはジャック・パーセルですね。ちょっとヴィンテージの70年代系のジャック・パーセルっぽいアッパーですね。要はね、ここにレザーのパーツがつくんですよ。本当の70年代のオールドのジャック・パーセルって、本当の70年代のヴィンテージのジャック・パーセルってここにレザーのパーツがつくんですよ。で、それを踏襲しつつ、アッパーはレザーなんですけど、このね、タンの部分はキャンバスなんですね。このタンの部分はキャンバスのオールスターのタンがつくんですね。でソールは二重になってるんですよ。オールスターのこのソールの上にこのジャックパーセルが乗っかっちゃったみたいな。なんで結構これ重いしボテーっとしてて、ラバーソールチックに履けるんですよ。すっごいいいスニーカーですこれ。これは僕本当に、まあもちろんロースーツもいいですけど、これは今年1じゃない。いろんなスニーカーありますけれども、要はね、いろんなスニーカーあるけども、割とね人気のこの定番モデルの新しい素材とか新しい色みたいな形じゃないですか。こんな完全に新しいモデルでここまでかっこよくて、履きやすくて合わせやすくて、しかもこれ色も一色展開なんですね、潔くね。これはね結構値段します。今マーケットプライスはもう売り切れちゃってると思うんで、マーケットプライスが3万4万5万ぐらいするのかな。でもこれは買う価値あるかな。ずっと履けるし、ね、まあジャック・パーセルなんで、だけどオールスターなんでこういうプロダクツはもう本当に素晴らしい。あざす。いやー皆様、単純にね私が買ってよかったものっていうことで紹介しただけの動画なんですけど、楽しく見ていただけるかなと思います。いろいろ
な部分で、まあ、参考にしていただいて、あ、いいなとか、こんなあったのとか、いろんな発見とか気づきとか、あの再確認とか、いろいろなことに私の動画ね使っていただけるかと思いまして、できれば有益な動画としてねご活用いただければと思いますけれども、何を言ってるんだって話ですけれども、前半戦最後ずっとねやっぱファッション系で来ちゃったんで、こちらね僕の可愛い卓上の観葉植物ちゃんです。可愛くないですか？以前にずっとシリーズもので何月に買ってよかったものとかで紹介してた時に一回紹介したことあったんですけど、最近はねこの子を会社のデスクの近くに置いてまして、僕ねオレンジがラッキーカラーっていうこともあって、あとねこの子の名前はパキラって言います。アキラじゃないよなんかパキラなんですよ、この名前で。僕アキラなんですよ。なんか妙にこう親近感覚えましてね、なんかあとこの生え方も好きだし、昔会社始めた頃にこの頃もうちょっと大きいパキラをずっと飾ってて、なんか本当に初期の頃ね人数少なかったですけど、忙しかったですけど一生懸命仕事したなーなんて初心をねこう忘れないためにも結構パキラを置くことが多くて、でこの子最近また購入させていただいて、全然そんな何枚もしないじゃないですか、ちっちゃいんでね数千円で買えるんで、でめちゃくちゃこう長生きしてくれるんで、もう水もほんとたまにしかあげなくてもこんなに元気いっぱいこう茂るっていうんですかくれて、なんかすごくこうエナジーとかパワーをすごくいただいたり、こうほっと一息ついた時にこう癒してくれる、そういう存在なので、まああとはまあ僕開運とかそういうのもすごく好きで、まあデスクの周りにこういうちっちゃい観葉植物を置くと、緑ですね置くととってもいいよっていうこともずっと実践してまして、でプラスオレンジのこの鉢があったのでいいじゃないと、僕ねオレンジを結構身の回りに置くとずっと結構いいんで、ラッキーアイテムなんで、ラッキーアイテムばっかりなんですよ僕ね。オレンジのものを自分の身の回りに置くとラッキーなんですよ。で赤いパーカーはもう絶対もうこれ赤いパーカー着たらまずいいこと起きるんですよそのぐらい自分の大切なジンクスとかこだわりとか大切にしていきたいなということで買ってよかったもの、パキラちゃんです。皆さん前半戦ありがとうございます。まあね、いろいろ気になるアイテムね後半戦ご紹介していきますけれども、私ですね先日からメンバーシップというのを始めたんですよ。で、まあ、こういう感じの内容で月額390円でいろんなコンテンツ、メンバー様限定のコンテンツを楽しんでいただきたいな。まあ要は僕もこのアキラズチャンネルを始めてもう丸3年なんですね。で登録者様がありがたいことにもうすぐ1万人を達成できそう、本当に一つの自分のずっと目標だった夢だった1万人がもうすぐ見えてきて、たくさんの方にやっぱり感謝の気持ちをどうにかして表現したいな、発信したいなということで、アキラズチャンネルをこう見る中での楽しみの一つとして、なんかこう別ベクトルのそういう動画とかがあって、そういうコンテンツがあって390円はいただくんですけれども、決してあの高くはないと思うんで、わざわざ390円払って見る特別感みたいなのがこのチャンネルの中でもあったら楽しいなと、自分だったらそう思うなと思ったんですよ。ってことでちょっとねわざわざねあのめんどくさいよっていう話もあのお声もいただくんですけれども、皆様ぜひねこんな感じでメンバー様限定動画もコツコツ作って、まあ、月に今2本ぐらいやってますんで充実してきておりますので、ぜひ390円月額皆様登録していただいて、メンバー登録よろしくお願いいたします。そしてこちらの動画ね楽しんで見ていただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。それでは後半戦、皆様私アキラの最近買ってよかったものをご紹介しておりますけれども、 T シャツをね4枚買いました。でなぜか T シャツは白と黒ばっかり買ったんで、まあ、白黒 T シャツということでご紹介しますけれども、まあ、冒頭からここにかけてあった T シャツ、僕動画の中で何回か着たりしてるんでね、あれ見たことあるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本当に先日出たばっかのアンダーカバーさんとバウンティーハンターさん、要はジョニオさんとヒカルさん、盟友ですよ、のコラボの T シャツ。もうこれも特別な思い入れがあるんで、アンダーカバーさん30年ファンじゃないですか、バウンティーハンターさんも同じくじゃないですか、でジョニオさんと2号さんで唯一無二の存在として僕の中でもうトップワンツーぐらいにもう大好きな、もう大尊敬してる方々なんですよ。でその方々が若い時に田舎から出てきて協力してバンドやって、そっから世に出ていってお互いがクリエーションして有名になって、
もう今や知らない人がいないぐらいリスペクトされてるアンダーカバーバウンティーハンタージョニオさん、ヒカルさんというのがいらっしゃって、その方々が今まだこのリアルタイムでまだお互いリスペクトし合って仲良くて盟友で一緒にコラボして T シャツ作ろうよっつって、その30年の歴史の中で生まれたアンダーカバーのこのクマちゃんですよね、目隠しのクマちゃんと、それからバウンティーハンターのスカル君、この有名なキャラクターを融合させて T シャツ作るなんて、もうそのもう要はストーリーっていうか、もうヒストリーなんですよ、歴史なんですよ。この T シャツは日本のストリートファッション、ストリートカルチャーの歴史なんですよ。それを感じながら、うるさいですねまあまあ大げさに言うとそういうことですね。単純に白と黒の T シャツ可愛いんで使いやすいし、自分の思い入れも入ってるんで、それは買うわなっていう話。これバックプリントないですね。で、ちょっとね、どこまで映せるかわかんないんですけど、あ、前出ますかね、これだけはね。まあこういうプリントですね、ありましてね。で、ピスネームはね、バウンティーハンターのピスネームで、裏が、まあ、こういうピスネームがつきますね。はい。で、アンダーカバーさんのブランドネームはここにつくんですよ。こういうデザインです。で、作りはね、やっぱり決して大きくないんで、僕でこれ4です。4って XL なんですけど、そんなすんげーでかい XL じゃないですね。 L のちょい大きめぐらいなんですよ。なのでサイズ感は皆様ご注意くださいね。で、白黒2色展開、もう完売しちゃってるんで今は後から買うしかないんですけど、そんなにすごくあのプレミア的な感じはついてないと思うので、この表示してるマーケットプライスぐらいでお買い求めいただけると思うんで、めちゃくちゃおすすめですね。で、あと白黒の T シャツ、これ結構面白いんですよ。まずこれが白ですね。これ何やと、ジェニーそして裏がブラックピンクですよ。これね、ブラックピンクのバンド T シャツなんですよ。しかも完全なブートですしかもこれ見てください、これリサなんですよ。これリサちゃんの方は裏がこのデザインなんですよ。わかります、これ最初に見せた、どこ行った、これだ、これブラックフラッグね。これブラックフラッグじゃないですか、これがね。このニューヨークハードコアで一番有名なこの伝説のブラックフラッグ、これをブラックピンクでオマージュしてるっていうね。めっちゃ面白くない、これ。だからこういうの好きな人にも刺さっちゃうっていうね。うおーっつって、これブラックフラッグのオマージュやんかっつって。でも完全なるブートです、はいただこれ出来が良くてね、昔の稼働版の T シャツみたいじゃない。これだけちょっと、これ前行きましょうかね。結構インスタとかでバズって有名になっちゃったんですけど、これね、こういうブランドなんですよ。ブートレグティーってちゃんとこれオリネームついてて、でメイドインタイなんです。これタイで作ってるみたい、タイで結構売ってるみたいなんですよ。これがタイで買うと2,000〜3,000なんじゃないですか。それを買ってきた人が日本で今のこのマーケットプライス、まあ、7,000〜8,000とかで売ってんですよ。かわいいよね。で、僕が XL、 これは XL ですね。ちゃんと XL ででかいですね。うん、これリサちゃん、僕ね、ブラックピンク大ファンなんですよ。しかもこれやばいでしょ、このブラックフラッグオマージュこんな感じでやっぱりファッションって楽しいんですよね。うん、なんかそのいろんなそのうんちくとか、うん、あります、もちろん。でカテゴリーもあるし、いろんなのありますよ。 ルール的なみたいなものありますよ。筋的なものもあるんですけど、もう楽しんだもの勝ちなのかなみたいな。まあ大事なのは自分なりに、まあ、楽しんで、あと周りの人に迷惑はかけないぐらいのことだと思うんですけどね。こんな感じで白黒 T シャツ、これからの季節ね、大活躍してくれるかと思います。いやー楽しいですね。私、アキラの最近買ってよかったものをご紹介しておりますけれども、まあ、新旧問わずね、自分がいいなと思ったものを楽しみながら買うっていうのが僕の、まあ、心情ですので、こんな感じでご紹介してますけれども、やはりね、私最初に言いましたけれども、90s 裏原カルチャー研究家ですから、90s のアーカイブスもちょこちょこ買い足しております。それで、最近ね、買ってすごく良かったもの、いきますね。こちらのね、ア・ベイシング・エイプさんのカバン2個でございますしかもちっちゃめのカバン2個でございます。もうね、これなんかは、まあ、レアですよ。結構これかなり初期ですね。エイプさんと
これネイバーフッドとコラボなんですよね。これちょっと抜けないが、これだけやっぱ前出ますね。とね、いいですよこれ。レイプさんとネイバーフッドさんのコラボのカバンなんですよ。これめっちゃ便利。ポケットがね、このファスナーのこれでしょ、が1、でここ2、で中で3、それからでここまでここもあるんですよ。でここで4、で後ろに5、5個入るんですよこれ。これなんか僕結構旅行行ったり出張行ったりすることが結構多いので、なんか財布入れたりパスポート入れたりとかするじゃないですか。それちょうどいいな、ちょうどいいですこれ。ほら、これ旅行カバンとしてちょうどいい。旅行行った先でのね、現地でこううろちょろするとき用のカバン、これちょうどいいですね。めっちゃくちゃいいです。でこうやってね、でファスナー全部ついてるから物も落とさないしね。これいいっすよね。これピスネームついて、でこれリフレクターなってんですよね。これはマジでいいっすね。これのカモフラバージョンもね、あったら欲しいなと思ってるんですけどね。でこれ旅行の行った先用のカバン でこれは結構最近、結構普段かなり使ってます。これはね、このタグの時なんで90年代の後半だと思うんですけどね。これスタッシュさんがデザインした、最近スタッシュさんね、日本来られてたじゃないですか。だって結構タイムリーだなと思って、スタッシュさんがデザインされたエイプさんのグラフィックで、実はこれっていうのはちょっとこっちから、これ紙袋があるんですよ。これは昔のね、エイプさんのオリジナルの紙袋、ショッパーですよ、このデザインなんですよ。でこれの、まあ、ちっちゃいやつももちろんあるんですね。それをそのままこうナイロン地にしてトートバッグしちゃったみたいな。めっちゃ可愛いなと思って、これは普段も会社行くときにもう財布とかと、あと僕結構この A4 サイズのノートとか書類をいつも持ち歩くんで、これちょうど入って、これちょうどいいんですよ。めちゃめちゃ買ってよかったですこの2つ。皆様、今日も最後までありがとうございました。私アキラが最近買ってよかったもの、本日最後にねご紹介したいアイテムはですね、ナインティーズ裏原カルチャー研究家ね、ナイティスのアーカイブスちょこ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 まだ買い足しておりますけれども、その中でエイプさんのね、このちっこいカバンはめちゃくちゃ使いやすくて本当に買ってよかったアイテムでございますけれども、最後は私の最も敬愛するブランドアンダーカバーさんのアイテムでございます。こちらですね、やっと手に入ったんですよ。アンダーカバーさんの95年 AW コレクションラストショースピードのレザーのダブルのライダースでございます。かっこいいねんこれ、この背中バコーンみたいな。また今度ね、アーカイブ紹介の時にゆっくりやりますけどね、ちょっとこの価格で見えづらいんで。めちゃめちゃタイトですこれ、バッキバキです。でもこのファスナーのデザインどうですか、めちゃめちゃかっこいいんですよね。でこのベルトがついてね、やっぱライダースってこれないとね、かっこええっすよこれは。うん、ライダースっていろんなのありますよね。アンダーカバーさんのライダースもずっといろんなタイプのライダースを作ってくださってるんですけれども、その中でもちろんもう名作と呼ばれるものもたくさんありますけれども、僕はこれが一番好きです。本当にこれはもう買ってよかったっていうか、本当に買えてよかった僕ね、1995年からずっとこのライダース欲しかったんですよ何年越し29年越しでやっと買いました。しかもやっぱね、丁寧に着てらっしゃるんですよ前の所有者様が。全然綺麗、バキバキもうちょうどいい感じで味出てるぐらい、全くノーダメージぐらいに近いんじゃないですか。すごく状態がいいです。これはもうね、一生着たいですね。でこれを着れる体型をずっと維持しなきゃな、今ちょっと太っちゃってんでね、もうちょっと痩せなきゃなと思いますけれども、でも本当に買ってよかったです。むちゃくちゃかっこいいです。じゃあ今日最後のアイテムですね、ずっと画面のねこれ左下に映り込んでたんじゃないのと、アキラさんとこれ何やと、こう U にアンダーバーって書いても、なんかこれ靴これ何これみたいな話だと思うんですけど、まあ、これも買ってよかったちよりも買えてよかったですかね。これを手に入れられたのって本当に奇跡中の奇跡ぐらいじゃないですか。まあ、めっちゃ簡単に言ったらアンダーカバーさんから一番最初に出た靴です。1994年 AW コレクションです。だからこのライダースが95年 AW なんで2シーズン前です。
それの1年前、アンダーカバーさんが初めて東コレでファッションショーをやった時のスニーカーなんですよ。まあ、通称、まあ、ボーリングスニーカーとか、まあ、スタンスミスタイプとかいろいろ呼ばれてるんですけど、これですね。シンプルなんですけど、ちょっとこうボーリングシューズっぽいデザインなんですね。で、シンプルなんですね。こんな感じ。で、横にこの、要はアディダスのスタンスミスって、スリーストライプスがこう、ギョギョしくないじゃないですか。そんなイメージなのかなと。で、こうやってここがくり抜かれてて、アンダーカバーさんの U にアンダーバーがここにあるんですね。で、ソールはこのクラークスみたいなクレープソールなんですよ。で、スウェードアッパーで。中は結構ダメージあるんですけど、外は結構綺麗ですよね。で、ここがこう表側になってて、全体的にアッパーはスウェードなんですね。これは一番最初期、要はいわゆる最初期ですね。これです皆さん、これがアンダーカバーさんの一番最初のスニーカーです。これやばくない？スニーカーつか靴か、これはやばい。もう絶対これ写真集に載せたいなと思って。これはこれいいでしょ。これ嬉しいな。もうこれからも半ズボンに合わせてもうドヤ顔で履きまくろうと思って、まあ、裏はまあクレープソールに多少ね汚れてますけど、でもかかともほとんど減ってないですよ。こんな状態で94年 AW だよ。やばくね、30年前の靴がこの状態で手に入るなんて。いやー最高。皆様最後までありがとうございました。まあ、このね、買ってよかったものシリーズっていうのは実は結構人気のシリーズでして、ずっと続けてきたかったんですけど、なかなかね、毎月毎月っていうのもなかなか難しかったりするんで、また定期的にね、2ヶ月ないし3ヶ月、もしかしたら半年空いちゃうかもしれないですけど、これはっていうものがこう集まってきた時にタイミングで皆さんにご紹介していきたいなと思っておりますので、またね、次の動画楽しみにしていただけたらと思います。そんな感じでまた3日後の新しい動画で皆様とお会いできましたらば、めちゃ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 嬉しいです。ではまた。